はい、ジェイコムです。このチャンネルは僕の日記のような内容ですけど、購入したものを実際に使用して感じたことや気がついたことなどをレビューにして、見ていただいた方に少しでも役に立ったと思っていただけたら幸いです。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。またコメントを残していただけると大変嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ジェイコムです。皆さん、これドデカミン消費できてますか？僕は会社で配ったりとかしましたけど、まだ余ってます。ということで、またね、ドデカミンを消費する、そういうね、調理っていうほどでもないんですけど、ものすごく簡単にね、作れるドデカミンの料理、デザートをね、作っていきたいと思います。まあ使うのはね、じゃん、これゼラチン、クックゼラチンって書いてありますけど、これですね、あのスーパーとかに売っているゼラチンを使って、ゼリーを、ドデカミンゼリーをね、作っていきたいと思います。本当にね、作り方簡単なので、これとこのドデカミン1個とこのゼラチン、あとはね、あのこういうタッパーとか、まあコップとかでもいいんですけど、このゼラチンをね、固めるための容器みたいなのがあれば、あとは電子レンジがないとね、ちょっとめんどくさくなってしまうんで、電子レンジがあれば簡単に作れる、そういうね、ゼリーの作り方やっていこうと思います。ということで、いきましょう。はい、ということでやっていくんですけど、まずね、このドデカミンを温めます。まあこれにね、書いてある通りなんですけど、これでね、レシピ、冷たいものに加える場合は、本商品を1袋を 50ml のお湯、80°C 以上でっていうことですね。それに溶かして、でそれから他の材料に加えるっていう感じですね。で今回600作りたいので、まあ2袋使う感じですね。はい、中身はね、こういうやつ、まあこのゼラチンクック、まあ、クックゼラチンじゃなくても他のやつでもいいんですけど、こういうね、顆粒タイプのやつ、なんか板のタイプと顆粒タイプがあるんですけど、顆粒タイプの方がね、すぐに溶けるので楽だと思います。で、耐熱容器ね、コップとかでもいいんですけど、こういうマグカップがあれば、マグカップ大体耐熱なんで、マグカップ使うのが楽なんじゃないかなと思います。で、これにね、書いてあるの50ml に1袋溶かすって書いてあるんですけど、だいたいマグカップって 300ml ぐらいなんですね、全部で。なのでこれの3分の1ぐらいにドデカミンを注ぎます。まあこんなもんですかね。これでだいたい 100ml だと思います。ちょっと多いかもしれないけど、まあそこら辺もね、そんなに神経質にやらなくていいです。雑にやりましょう。でこれで、これを電子レンジ500ワットで、1回ね、30秒ぐらいずつで様子を見つつやるのがいいと思います。うちだとね、だいたい1分ぐらいで80度以上になるとは思うんですけど、まあちょっとね、電子レンジによってもだいぶ変わってくるので、少し様子見で短い30秒刻みぐらいで温めて、熱々になるまでやっていきましょう。ということで電子レンジ入れていきます。はい、電子レンジで温めてきました。でね、ちょっと一応温度を測ってみましょうかね。はい、80度以上ですね。84度とかそのぐらいですね。まあ目安としては、これをね、カップ触って、もう本当にね、まあ1秒も触ってられないぐらい、そのぐらいがね、80度以上って考えていいかなと思います。まあ家でね、今日温めたのは500ワットで1分半、少しね多めに温めました。でゼラチンをカバッと入れちゃいます。で、この状態で
結構ね、この顆粒のやつは溶けやすいので、この状態で溶かしちゃいます。でしっかり溶かせたら、そしたらこのドデカミンをね、タッパーに、まあ何でもいいんですけど、まあ、でっかいやつをね、うちは作ろうと思ってるんで、まあ、ちょっと小分けにね、後で食べればいいかなっていうぐらいなんで、でこれで入れたら、ここに溶かしたやつをね入れます。はい、でそしたら全体的に馴染むようにかき混ぜてやって、めっちゃ泡出てるけど、はい、混ぜてやったら、そしたらこれにね蓋をしてやって、冷蔵庫で冷やして、これが固まればもう食べれるっていう感じで、じゃあ実際に冷やしておきましょう。はい、しっかりとね冷えて固まりました。プルプル、うん、ドデカミンのね香りがしますね。ということでいただきましょう。ガラスのね器とかに入れるってね、食べればいいんじゃないですかね。プルプル、分量的にもちょうどいいですね。ちょうど2本でドデカミン1本分、はい、こんな感じですね。結構楽しめる本当はもっと消費したいですけど、はい、ということでいただきましょう。はい、ドデカミンゼリーいただきます。うん、すごいプルプル、プルンプルンですね。プルンプルンということでいただきます。うん、うん、美味しい。うん、あ、ほんのりね炭酸が残ってて、あのシュワシュワしますね、ゼリーが。うん、美味しい。うん、皆さんもね、あの家に、まあ、このゼラチンそんなに高いものじゃないんで、もしねゼラチンじゃない、ドデカミンがね余ってて、あの消費に困ってる方はぜひゼリー作ってみてください。まあめちゃくちゃ簡単なんでね、実際に作業するのは5分以下で、その電子レンジでね温めて、冷蔵庫に入れとくだけなんでね、うん、美味しくできるんでやってみてくださいって感じで、はい。